もジャズボーカリストの川本美津子です。ジャズスタンダードは何ですかっていうことを今日ねお話ししようと思って、ジャズを勉強とかジャズを演奏しようと思った時に、必ずぶつかるのがジャズスタンダードっていうものだと思います。まあ、ジャズスタンダードを通してジャズを学んでいくんですけど、混乱する人がたまにいるというか、私が混乱したのはジャズスタンダードってそもそも何かっていうことと、そのジャズのお店ではジャズスタンダードしか演奏してはいけないのかっていうことと、ジャズスタンダードしか歌っていけないということはオリジナルとか、日本語の曲ポップスの曲はやってはいけないのかっていうことをねすごく戸惑ったんですよ。でそのことについてちょっとお話ししたいと思います。そもそもスタンダードって何でしょうかということなんですけど、ネットでねネットの辞書で調べるとスタンダードナンバーとは音楽特にポピュラー音楽の分野において広く世に知られ親しまれあるいは多くのアーティストにカバーされるようになった楽曲のことを指す。通常単にスタンダードとかあるいは定番などと称されると書いてあります。ウェブ利用辞書に書いてありましたということで、そういうことですよ。ジャズの人たちがなんかみんな知ってる曲っていう感じです。なんですけど、まあ、ジャズの現場ってリハが他のジャンルと比べて少なかったりする。当日集まるとかもう最悪リハがないっていうこともねあったりするんですよ。なのに一緒に演奏できたりとかするのはそれはスタンダードを演奏するからです。でスタンダードっていうのは、みんなが共通して知っている曲のことで、あの曲やろう、まあ、カリハやろうぜとかブルースのあれをやろうぜみたいな感じで言えばはいって言った感じでバーって演奏できるっていう曲たちなんです。なのでみんなが共通して知っているものですね。でみんなが共通してなぜその曲たちを知っているかというとそのスタンダードの本に載っているからとかいう、今はねスタンダードの本っていうのもたくさん出てるしそれで勉強することあると思うんですけど、そういうのがない時代の方がきっと長かったと思うんですよ。20世紀の頃は、本がなくて現場でお前これ覚え、これ覚えないとダメだみたいな言われて必死に覚えていってもうレコードから耳コピーしてとかそういう感じで、先輩方はきっとやってこられてきたのかなと思います。その現場でやっているよくやる曲のことをスタンダードジャズスタンダードナンバーって言うんですけど、その多くが20世紀前半1920年代から1940年代半ばまでの曲になってます。で当時はジャズ全盛期、スイングジャズ全盛期、ブロードウェイ全盛期というか、まあコール・ポーター、ジョージ・ガーシュイン、リチャード・ロジャーズなどなどのなんか大作曲家の人たちが生きていていろんな作品を生み出していた時代ですよね。で多くの作品がブロードウェイミュージカルからの曲です。けどそのすごくそのフォーマットが32小節っていう風に決まっていたり、すごくジャズの現場で使いやすいフォーマットになっていて、シンプルなですごくソロとかも取りやすい、そういう形式になっていたんですけど、戦後そのブロードウェイミュージカルっていうのがすごく発展していって、今ではブロードウェイミュージカルの曲ってめちゃめちゃ難解になっていて、とてもじゃないけどアドリブができるような感じのフォーマットではないです。長かったりとか超絶的にな感じだったりとか、なんかうわーってこうベルティングでグワー上げないとなんか良さが出ないような作りになっていたりとか、ちょっとかなりブロードウェイはブロードウェイで変わっていってるので、なかなかジャズの現場に今は落とし込めない感じになっているので、今ジャズとブロードウェイミュージカルっていうのはかなりセパレートされてるような感じですけど、当時はもうめちゃめちゃ親和性が高くって、伴奏をしていた、伴奏の仕事をした後にバーとかでそのミュージカルナンバーを自分の好きなように演奏していった説もあったりとか、そんな感じなんだそうです。なのでスタンダードナンバーっていうのはなんかこうジャズスタンダードって私が
ジャズを始めた時に聞いたと、初めてね、そのジャズスタンダードっていうのを触れた時、なんかすごく高尚なもの、なんかすごいなんか神聖なものみたいな、そんなイメージだったんですけど、確かに100年以上残っている、100年ぐらい残っているあの素晴らしい名曲の数々、その文学的であったり音楽的にも素晴らしい、そういった作品が残っているわけです。で、今残ってる作品の何倍もの作品もが当時は溢れていたんだけども、今はたくさんあのそういうものは消えていって、いいものだけが残っているみたいな状態なんではないかなと思うんですね。で、だからそういったアメリカの素晴らしい作曲家たちが作っ、でもしのぎを削って作っていた、そういった作品の数々から学べるものっていうのはたくさんあります。例えば英語の発音ですね。英語の発音とか英語を歌うっていうことに慣れてない人たちにとってジャズスタンダードのナンバーっていうのはとっても勉強になります。なぜなら歌詞がまずね少ない。歌詞が今のポップスだったらもう喋り言葉みたいな、まあ日本語の曲もそうですけど、すごく言葉の数が多くて、もう喋るような感じで、もうすごくたくさんの言葉がぎっしり詰まっていて、発音ができてない人がやるともう和訳者になっちゃうんですよね。それがスタンダードをやると、歌詞のまず文学的にもすごく美しいし、ですごく発音しやすくな、しやすいように作ってあるし、語数が少ないし、あのすごく英語の基礎力をつけるのに向いてます。で、あとはそのコード進行がかなりね、あの複雑だ、複雑っていうか美しいので、そういった美しいコード進行に触れるっていうのもとてもいいと思います。で、アドリブの練習をしたりとか、そういうジャズの基礎力をつけるのにとっても向いています。で、ジャズのお店でオリジナルとか日本語の作品とかポップスをやってはいけないのかっていうと、そうではなくって、そういうジャズスタンダードを学んで、そのジャズを演奏するっていうことを学んだ後にそういう風な、他の作品に取り組むっていうのはとってもいいことだと思うし、あの自分の個性っていうのが大事なので、アーティストだから個性を出すっていうのにそういう作品取り組むっていうのはとってもいいことだと思うし、日々新しいスタンダードっていうのは私はできていっていると思うんですよ。例えばそのなんでスタンダードになったかっていうと、例えばなんかすごい影響力のある、まあ、マイルス・デイビスとかがなんか、あとジョン・コルトレーンとかがめちゃめちゃ素晴らしい演奏をしました、意外な曲を意外なアレンジでして、すごくそれが流行ったってみんながこぞってその曲をするようになったっていうことでスタンダード化したナンバーとかきっとねたくさんあるんですけど、現代のアーティスト、例えばグレッチェン・パーラートとかが、あのスティービー・ワンダーがマイケル・ジャクソンに書いた I can't help it っていう曲をすごくかっこいいアレンジで歌ったんですけど、その後みんながその曲をするようになって、私も演奏したりしてたんですけど、まあそういう感じでスタンダード化するんですよね。それまではその曲はそんなに注目されていなかったのに、すごく影響力のあるアーティストがカバーする、すごいかっこいいカバーすることによって流行る、でそれがスタンダード化するっていう風になっていくわけです。で、一度誰かすごい人がやると、なんかその曲はやっていいみたいな、なんかそういう暗黙の了解みたいなのもあったりもするし、まあそんなの関係なくて自分はこの曲やりたい、例えばなんかビートルズの曲とかビョークとかスティービーとか、そういう人たちの結構あのアレンジされること増えていってると思います、マイケルとか。はい、なのでまあジャズスタンダード20世紀前半の曲っていうのは本当に、エッセンスが詰まっているので勉強になることが多いし、英語の基礎力、スイングの感じとか、たくさん基礎的な力を身につけることができるので、勉強するに越したことはありません。その上で日本語とかポップスとかオリジナルに取り組んでいくのはとってもいいことだと思います。ではねー。